はい、今夜はですね、また友達呼んじゃいました。ほうほうほう、いいんですよ、はるきさんも友達とか呼んでもらっても。へいつも思うんですけど、いつもあの私からじゃないですか。はい、いいですか、竜兵さんとか呼んで。一回でも来ていただいたじゃないですか。はい、いいんですか。はい、一回来ていただいたじゃない、別に他の方でも、女優さんとかでも。女優さんはちょっと今のところあれなんですけど、はい、いつ太田プロ呼んでいいんだ。今日はでもムロちゃんじゃないですよ。お、今日ムロちゃんじゃない。ちゃんの友達でムロちゃんじゃないって言ったらもう一人、はい、母ちゃんでもない。大ちゃんでもないです。違う。はい、女子です。あら、ナチです。はい、どうも、来ちゃいました。お願いします。こういう友達を待ってたんだよ。来ちゃった、来ちゃった、ナチ、はい、ちゃんムロちゃんとかああいうさ、むさくしのやつさ、こういう友達を連れてくるべきなんだ。じゃあじっくり、はい、はい、お願いします、はい、お願いします。ということで、2人目のゲストはヤグちゃんの講師を超えたお友達、阿部夏実さん。そんなナッチが主演するミュージカル白蛇伝ホワイトラバーズ、お楽しみに。まずはお友達トークから。アリさん、ナッチは、ええ、あの友達なだけじゃないんですよ。なんとヤグチ一人のヘビー視聴者なんですよ。はい、はい、見てます。あの特に逆回転が好きですね。もう家であの時間大爆笑でした。終わったのがまあ2時過ぎじゃないですか。だからまあ2時ぐらいですか、2時ぐらいにメールが来て、あのちだ珍しいなと思って、でピッて見たら、矢口面白いよって言ったんですよ。もう逆回転最高だねって、ボーって長文で送られてきて、最高だったの。もう本当誰に伝えようと思って、やっぱりこうね、うん、MC 矢口だなと思いまして、うん、はい、そう。だって俺今ドラマ一緒にやってる竹野内豊さんも、はい、逆回転見ました。渋い、渋いな、笑っちゃいました、ね、すごいですね。いろんな方がね、見てらしてね。いいね、逆回転、あれ大好評、キャッチだね。え、ここはそんなに仲いいんだ。そうですね、はい、結構プライベートでご飯行ったりとか。仲間ですからね、あの元娘の。そうね、だから付き合いで言うともうね7、8年もっと、7、8年とかでしょうね。いや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 、9年とかでしょ。あ、そっかい。だってもうあ、そっかいって。だからさ、こう飯とかさ、うん、食ったじゃん何回か。そう、2回。そう、プライベートで、プライベートで行って。何ついてこないの、ナッチを。だってそこはまだ私たちもないじゃないですか、何にも。何にも、ここはムロちゃんとかじゃなくてさ、ナッチとか連れてくればいいじゃん。違う違う違う、ここがまず仲良くならなかったらダメでしょ。いや、もういいじゃない、一回。あ、じゃあもう、じゃあ次にナッチついてくる。そうだよ。だ、なんかもうそれ、私、ナッチのファンに怒られますって。そんなことはないよ、だってほら。だから要はあれなんじゃないの、こう、なんかナッチとか来たら、うん、ナッチがこうなんかチヤホヤされる感じが嫌なんじゃないの。ね、言ってみればさ、いつもこう男3人にこうヤグちゃんがさ、うん、ちょっと軽くやっぱヤグちゃんをこうなんかみんなで姫扱いじゃないけどさ、そんなことされたわけないいつしました。そのポジション取られるからじゃないの。あ、でも全然ありですよ、ナッチは。あ、そう、ノリ的にも私と一緒ですからね。一緒ですね。じゃあ近いうちに。だ、舞台一緒に見に行ったりとか、ね、あとディズニーランド行ったりとか、うん、あ、そう、あとはまあ映画見に行ったりとか、映画見に行ってして、映画見に行った後だっけ前だっけ、なんかゲーセンに行ったんですよ。そしたら矢口なんか UFO キャッチャーのプロで、うん、なんか撮ってあるよ、ビビビビビあ、ナッチみたいな。彼氏みたいな。あ、そうみたいな。私男なんですよ、ちょっと。あ、そう。普段のこの変装とかは帽子、帽子ですね。でも私バレるんですよね、ナッチはすぐ分かりますよ。いやいや、あんたもひどいよ。俺は初めてだから、四ツ谷ですか、四ツ谷で待ち合わせした。しかも四ツ谷なの。そう、こんな丸っこ眼鏡かけてきてさ、もうどっからどう見ても矢口周りだからさ。もう背丈もね。だって私別にそこは隠す必要がないと思ってるんですもん。こっちとしてはでも、はい、万が一これでなんか写真撮られたりなんだりしたら、こことですか。ここ、いや全然あるわけじゃない。全然ないですよ。いやいや、お互いどうとかじゃなくて、こう一緒にご飯食べましょうって言ったら、やっぱ大人としての責任感があるから。え、なんでですか。これで何かあった時に事務所さんに迷惑かけちゃう。あらゆる責任感のもと俺はあのお食事会を開いたのよ。あ、そうなんですか。そこにこんな丸っかねがね。あやーと思って。ミュージカル白蛇伝、はい、の方が、うん、まあ今度行われる。
そうです、明日から。明日から、はい、じゃあ明日からかいよいよじゃないですか。そうなんですよ、座長ということで。そうです。どんなミュージカルなんですか。まあ、一言で言いますと純愛ストーリーなんですけど、うん、まあ、共演者の方が、まあ、歌舞伎界の方が結構出てらして、あとはあの宝塚の綾木さんだったりとか、うん、もう普段こうお仕事で一緒にならないような方と一緒にステージに立つので、まあ、新しいこう仕掛けとかもいろいろあったりして、でなんかお二人が特にすごくあの広瀬香美さんのファンだとお聞きして、はいはいはい、今回の詞曲すべて手掛けてくださっていて、あのぜひ来てください。行きましょう、行きましょう。絶対行く、絶対行く。すごいですよ、全部のナンバーが。へー、難しいんですけど、ちょっと楽しみ。まあ明日からですけど。そうですね、はい、私は必ず見に行きます。あー、やった。わー、こそ行きますよ。いやいやいや。ここだけ。あ、ほんと。いやいや、俺そういうタイプじゃないです。来られますか。何回か来てもらう。でも私の昼ドラは全部見てくれる。昼ドラ。突然ですが、今宵はナッチのミュージカルの成功を祈って白蛇祭り、ホワイトスネークカモーン。白蛇ね、はい、これお願いします。本当に怖い。誰か手伝ってくんないの、これ手伝わないんです。手伝えないんです。いや、百地一人好きなのに私。これはもう手伝えないんです。これはもう百地やったこれ。でもね、これはまだいいゲーム。一番最強なのは廃棄物の香水。廃棄物じゃないよ、排泄物。排泄物の匂いのする香水をつけたの。香水があるの。それがどうしたの。それを嗅ぐっていう罰ゲームが一番きついよ。これ大丈夫、これ絶対いける。それでそれよりはね、全然レベルが。風船嫌いじゃん、うちら。うん、私もやった、これやった。でも割れなかった。ほんと割れないの。いいよ、もうこの時点。それじゃお願いします。あ、もうね、最初はね、グリーンって言ってもらって、ね、グリーングリーンいかないと。うわ、もうこの目、うわ、顔に飛んできそう。あ、いや大丈夫だ。そうそう、それで、そこからまたグリーン。もうね、あー、もう怖いわ。あ、なっちゃん、ちょっと待って。これ1時間ぐらいかかる。え、どっから行く、どっからどっちに。それをね、理想言うとね、もう一回折って、2個で。本当にダメ、これ買えない。でもね、行かないとね、あの割れないの、本当に。そのまんま2つにやっててもね、割れないの。嘘だよ。ほんと。え、頑張って。待って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 。パキンって、パキンって言ってみ。パキンって言ってみ。あ、すごい人ごと、あたし。あ、怖い。あ、怖い。あ、行くね、行くね。行っちゃいみ。グリーンって、グリーンって。せーの。ちょっと、矢口、あの、いいとこまで、いいとこまでやったけど、いいとこまで。オッケー、オッケー、オッケー。あ、じゃあ、私。あ、怖い。ポーツって。ポーツ。今大丈夫、いける。結構ね、でも結構いってるよね、私ね。おお。じゃあ私こっちから攻めようか。うん。矢口頑張ろう。あー、怖い。あー、怖い。あー、怖い。行くんじゃないの。うん。すげえな、なんか矢口は職人見てたからな。ねじり割り職人だよ。どうすればいい？これをねじって、ほ